シュ取って。はいよ。なんでティッシュに行くの。え、あの普通用と、どっちそんなこと言うんだ。そうだよね。そうそうそう。え、一人でするの。普通一人でするもんじゃないの。あの割とアブノーマルなプレーだと思うよ、その一人じゃないプレーっていう、うん、特殊なプレーがお好みなんです。本当ですか、うん、あみんなじゃあさ、そういう話にするの。いきなり一番、うん、はい、こんなとこで話にしちゃう。そんなのあるか。でもネタ振るってことはあるんだろうね。酔ってもないのに。まあでも車か、まあ車だな。車かカラオケぐらい。カラオケはないわ。しかもそれはあの、うん、黙っちゃった黙っちゃった。あの彼女と免許合宿に行ったわけですよね、はい、福島に行ったんだけど。あ、俺も福島。あ、マジで。うん、本当に。そんなんじゃ、お前そんなんじゃ免許取れねえぞみたいな。うん、男気が足りねえんだって言われる。言われる。空き時間にもう遊ぶとこねえっつって、すげえボロボロのカラオケがあってそこ行って、引くわカラオケはねえなえ、カラオケだって。ここまで、ここまでここまでね。何も出てねえし、カット。何その帽子なのかよ。ここにたこ焼きがあります。まああ、おおおお、あ、すごいうまい。おい、なんでそれだけ。あ、さっきの最初のやつ。なんかいい感じになってきたね。いい感じじゃんね。おすげえ。いいじゃん、フレッシュ。いいじゃん、たこ焼きじゃん。たこ焼きだね。おどこも OK、大丈夫、できました。おい、見せびらかそう。たこ焼き、たこ焼きです。おたこ焼きですよ。食べたい人はこちらまで。青のりが草原の色。はい、はい、まずこれが俗に言う顔、顔見切れてるよ。髪の毛跳ねちゃった。どうかいこれ。うん、あ、もう、うん、うまい。中トロトロ、ちょっと油っぽいの、うん、家系のたこ焼き。家系をさ、ジュニさんハウス系って言ってたんだけど、そういう意味だった。おしゃれだよね。ジャンルみたいにした、音楽みたいに、ね、うん、ハウス系ハウスだった。え、じゃあさ、要はハウス音楽っていう、なんかハウス系っていうの、ハウスミュージック、ハウス、あれ、家系っていうの。ハウスは家系だね。そうか、言うなればハウスは家系で、逆に家系って言うとハウスプレイプのあるダンスミュージックみたいな。まあそうだ、打ち込み。ハウスの定義がよく分かってないんだけど、どこが家なの。そういう話だ。誰かの家ってこと。誰かの家、家でできますよってこと。ターンテーブル回して、イエイ、踊らせてよ DJ みたいな、そんなセッションな DJ みたいな。あ、うまっ。用意言いまへんわ。DJ みたいな。関西弁。そんなことしてて、ドナスの DJ。 ドナスの DJ。 だんだんうまくなるから。じゃあ、あれは、うん、血液型。血液型性格、性格分析みたいなの。A、B です。あ、O です。B。分かれたね。分かれてるね。じゃあ A の人を募集中です。キーボードでちょっと。A の人ここまで。ふっくらした男の人がいい。いや。キーボード入れたいの。なんか、一瞬だけやってもいいよ。本メンバー、うん、いや、サポート。あ、なんかやってみたいな。うん、なんか。ピアノ、ピアノとか鍵盤と、うん、本体とかやってみたいね。音源だけでも入ってるとかも。そうね、あるで、いつかワンマンやるときに、うん、それやる。ああ、その人。そうそうそう、毎回呼ぶとさ、やっぱ近いじゃない。ワンマンの予定が決まります。ワンマンやるときに。いつやろうか。いつやろうかね。来年。おお、割と急ピッチだよ、うん、よろしくお願いします。皆さん、ワンマンをやるそうな。遊びに行ってください。そうだね、うん、合わせに行くゲームやる。おにぎりの定番の具といえば白くん。ペットの定番といえば、おー、見てて、絶対わかるから。そうか、途中がマジだったから一緒なの、イエーイ。ここグループか。なんでつくね育ったんだろう。つくね好きなんだ。